ネバーアウェイク、とある少女が夢見る悪夢の中の世界みたいですよ。任天堂で言うならばアシュリーが主人公になったらこんなゲームになるんじゃないでしょうか。ひとまず遊んでみましょうかね。一見ホラーゲームっぽいですけども、ちょっとダークなシューティングゲームです。ネバーアウェイクの世界へようこそ。こちらこそありがとうございます。彼女の名前はレムちゃんみたいですね。Lスティックでレムが移動します。まあそうでしょうLスティックはそれ以外の何者でもありません。 R スティックで好きな方向に突撃かなを行います。おお。弾はその方向に向ければ自動的に撃ってくれますね。おお、気持ちいい。お、後ろからも来たよ。つまり360度敵が襲ってくるっていうわけね。なんかこういうゲームあったな。方向キー入れるだけで弾を撃ってくれるっていう。あるボタンで特殊攻撃。おお。つまりボムね。ただし弾数には限りがある。あ、左下のこれがボムの回数ね。移動しながら L でダッシュ。無敵になるって。これも忘れずに使っていきたいですね。しゃ、あ、なるほど。わかりました。まあ、やってながら、まあ、やっていきながら忘れちゃうんですけどね。これがソウル。たくさん回収することでステージクリアになります。あ、そういうゲームなんだ。上に 16% って出たから、それを 100% にすればステージクリアっていう感じなんですね。これは不思議なシステムだ。公式サイトによると全60ステージ、とにかくステージが多いらしいので、ちょっと頑張っていきましょうかね。ここはどこ？私は手足が、体が思うように動かない。なんてことだ。束縛されてるじゃない。誰か助けて。私も一時期悪夢ばっかり見た時期があるので、それはそれで楽しかったりするんですけどね。主にゾンビが出てきました。まあホラー映画見た後に寝るからでしょうけどね。エンター。まずはステージ1って感じでしょうかね。お、あ、これステージをクリアしていくと、その鎖が1個ずつ壊れるんじゃないですか。オートエイムを有効にしてますか。レムが敵を自動で追うようになりますって私は結構です。それは甘えってやつですね。ステージ1の1、まずは行ってみましょうか。まあ最初はチュートリアルも兼ねた感じだとは思いますけどね。そしてソウルを早速ゲット。 100% にすればいいみたいですよ。意外とこのゲームはキャラクターが大きめに書いてあるのでね、敵が入ってきちゃうと意外とみっちり感がありますね。なんでこれ、とても気持ち悪い。ちょっとさあ、上の数字はもうすぐ 50% になりますけども、よし、気持ちいい。すごい気持ちいい。音楽にも注目して遊んでいきましょうかね。ループ2だって。つまりあれなんだ、ステージはぐるぐる回っていくって感じか。その中でソウルを 100% 集めればいいわけね。 OK。おー、眩しい。ステージ1の1クリア。なるほど。ソウルボーナス100だって。ソウルボーナスっていうのは何の役に立つんでしょうかね。おお。そしてステージ2へ。進め方は分かりました。そっか、 L ボタンも忘れずに使っていかないと。じゃあここから意外とやった感触は難易度が高そうなゲームではありますね。
なんとなく多分このレムちゃんが見る夢は、レムちゃんが苦手とするものが多分夢の中で出てきたりするんじゃないでしょうか。さあ早速もう 71% ですよ。ソウルゲット、すげえ出してくれるサクッと終わるな。まあ、まだ2面ですからね。ソウルボーナス100、ソウルボーナスは何の役に立つのよ。お、なんだ、新しいアイテムが購入可能になりました。やっぱりお金の代わりになるんだ。メインメニューにてアイテムを購入したり装備をすることができます。メインメニューとは X ボタン。サンフラワーレベル1、これは今装備してるやつですよね。あ、これか。ソウルリップレベル1、ソウルを吸収することで武器の使用回数を回復させます。ボムってこと？とりあえず買っちゃいますよ。なんかいろいろできることがありますね。とりあえずは進んでみましょうかね。1の3かな。お、え、何？下に向かっていくのもあるんだ。お、何こいつ、わさびなんたらえ、わさびボス、あ、ボスか。わ、気持ち悪い。目玉を全て壊せばいいわけね。そうなんだ、そのレムちゃんはわさびというか辛いものが苦手なんだ。おお、出てきた。ボスは倒せないんですね。だから危ねえ。ソウルをとりあえず集めることに集中した方がいいんですね、このゲームは。危ねえちょ、弾幕シューティングっぽくなってきたな。目を狙ってね。ソウルは 50%。 よし、いただきます。なるほどね、ボスは出てくるけど倒せない。危ねえ。あ、やっぱりね、本当に弾幕っぽくなってきたよ。ちょっとそれだったら早めに倒しちゃいましょうかね。弾幕臭は苦手なので。 92%。 あともう1個目玉を壊せばクリアできるんじゃないか。いただきですしぶてえな。ほら、逃げるな。ソウルをください。おかっ、これでここはクリアだ。あ、ボスステージってのがやっぱり中間中間にあるんだ。ソウルボーナス200ゲットです。やったね。おお、3面ごとにボス戦って感じ。ネバーアウェイクではボスを完全に撃破する必要はありません。あ、やっぱりそうなんだ。ソウルを吸収することで少女のストレスは解消され、目覚めへとつながります。あ、そうなんだストレスで悪夢見てるんだ。それはかわいそうだな。私がそのストレスを解消してあげましょうかね。じゃあ、できるだけソウルを取っていきたいんですけど、あんまりよく書いて敵に突っ込むと死にそうですね。なんだね、このフォークは。レムちゃんはあれなの、先端恐怖症なのかな。やたら尖ったものが出てくるよ。いただき、よしよし、いただきです。こいつらも倒していこうか。ソウルをいただきます。いいね、すごく操作、あ、ループ2だ。操作性はものすごくいい。ただ触った感じはこれからものすごく難しくなってくるんだなっていう感触はありますね。よし、いいぞ。敵の撃ってくる弾も打ち消したりできるから、そこら辺は楽ですね。やったね。
レムちゃんは3発までは耐えられるみたいですよ、敵の攻撃には。ソウルボーナス100ゲット。何面ぐらいまで行きますかね。とりあえずエリア1ぐらいはクリアしたいですね。なんだこれ、4月23日晴れ、学校の帰り道、泣いている女の子に飴をあげた、飴を食べたら泣き止んでくれてよかった、本当は私が食べるつもりだったけどまあいいかこういう日記っぽいのも読めるんだ、なかなかいい子じゃないですか。なんだこれは、このキラキラしたものは飴か。これは、あ、ソウル出てくる。こいつ中心に撃ってった方が良さそうですね。気持ち悪いぞ、とても気持ち悪い世界観だけど、これはストレスが見させてるみたいなので、なんとかね助けてあげたいですね、レムちゃんを。ささっ、 OK、 後ろから来るな。なかなかこの何、飴だか宝石だかガードになってくれてそうで邪魔だな。お、ループだな、ループ2。一周でだいたい 50% ぐらいはたまりますね。だからね、基本的に2周ぐらいすればクリアできると思うんですけどね。よし、いただき 91% ゲット。気持ちいい。このゲームはあれなんですかね、スチームとコンシューマーで出てるゲームなんですかね。新しいアイテムが購入可能になりました。早速買っていきましょうか。5月30日晴れ、歯医者なんて大嫌い、先生があのギョロギョロした目で見つめてくるのが気持ち悪かった、カマキリに食べられそうになる気持ちになる、もうやだつまり次のステージは敗者に関わるステージなんじゃない？これか。タイムリップレベル1。時間が経過することで武器の使用回数を回復させる。へえ。スロットに空きがありませんって。つまり1個外さなきゃいけないのか。どうしようかな。別に今のところ困ってないですけどね。ここら辺取っかえてみましょうか、とりあえず。あ、こっちにも新しいのか。シャワーヘッドレベル1。高速な弾丸を広範囲に撃つって。これはいいじゃないですか。OK。新しい武器、楽しみですね。おお3ウェイだ。これはすごいぞ。すっごい硬い敵も出てきた。こっからだんだん難しくなってくる予感はしますね。あ、そうなんだ。その何、スリーウェイっていうのはずっとは使えないんだ。ちょっと要所要所で使ってた方が良さそうですよ。え、何これ、行き止まりじゃん。ちょっと、おお、ループ2 あ、そこでループなんだね。まずいぞ、このステージ意外と難しいぞ。そうか、スリーウェイずっと使っていたいけど、そういう武器じゃないんだね。こういうやつに使っていった方が良さそうですね。よし、いいぞ、すごい気持ちいい。ジャンジャがソウルをゲット。ほら、こいつすげえ硬い倒せないじゃないの。何気にノーダメージで進んでますけどね。あ、ループ3に行ってしまう。
スをたまんなかったか。ループ3。しかし、あいた、しまった。ダメージ初めて受けましたね。ステージ1-6クリア。意外と順調じゃないですかね。このエリア1ぐらいは意外とサクサクに進めれる感じですね。6月14日晴れ、ゆきちゃんお返事くれた。今度遊ぼうね。だって、やった、いつ遊べるかな。でももうもらえないかと思ってた。何を？あ、返事を。なんか今のところね、この日記では幸せな感じですけどね。あ、なんだこいつは。エッグプラント。どういうこと、気持ち悪い。誰だこんなデザインを考えたやつは。おお、本当にダマクっぽいよ。こっから玉よけに集中しなきゃいけないっぽいですよ。ソルゲット。意外と時間かけて進めるタイプだと思うので、このゲームはちょっとね、本当にじっくりよく敵の動きを見ていきましょうか。さささ、これ弾を消せるのがいいですね、敵の。おお、やったね。いただきです。 66% 達成。あっぶねえ。何それ。よし、弾幕集は苦手だよ。あぶねえ。そんなものは私には効かないね。おお、すげえ。 100% 達成。お、意外と調子いい。なんかの野菜だったのかな、あいつ。なんだなんだ、あれはわさびにナス？あ、やっぱりナスだったんだ。うお、この世界何なの？私の嫌いなものばかり。悪夢ですからね。こんなちょびっとダークな世界観は大好きです。ティム・バートンとか自分好きだから。二手に分かれるステージではいずれかをクリアすれば先に進むことができまして、分かれ道があるっぽいですよ。難しいステージはスキップ、先を急ぎましょう。5月10日晴れ、学校の帰り道、タンポポが咲いてたから絵を描いた。摘んでお部屋に飾りたかったけどかわいそうだから我慢した。きっとお外の方が幸せだもんね。いや、かわいいですけどね。しかし世界観は意外とダークだよ。1-8。意外とこのステージは難しいっぽいですよ。こいつが硬いんだよな、やたら。でも多分その強力な武器っていうのがこの先出てくるんでしょうね。それ待ちって感じですかね。その公式サイトにも何度も何度もやっていけば徐々に徐々に強くなっていくっていう、そんな感じのテイストだったので。おお、ちょっと怖い。痛い。無理だよそれは。上のやつがすごい邪魔だな。来たよまた。お前は何なんだ一体。ソルゲット、枝豆かな。なんか枝豆っぽいけど、枝豆が苦手なんでしょうか彼女は。意外と好き嫌いが多い子だな。自分がもしこの世界に来たら納豆が大量に襲いかかってくることでしょう。納豆は未だに苦手ですね。さあ 90%。 そんなこと言ってるうちにさっさと敵を倒して集めちゃいましょうかね。とても耐えきれないと思う。痛い。よし、
100% ゲット。とりあえず攻撃食らってもね、 100% にして逃げちゃうっていうのもありですね。ソルボナス100、よし、いいぞ。あと2ステージでエリア1はおしまいなんじゃないですか。そこまでやってみましょうかね。新しいアイテムが購入可能。4月25日晴れ。おばあちゃんに女の子に飴をあげた話をしたら、レムは優しいねと言ってくれた。もっといい子になるために頑張ろう。まずは明日おばあちゃんからもらったガベちゃんの人形綺麗にする。どういうこと、ガベちゃん人形。最後のステージできるっぽいですけど、1の9やってみましょうかね。今のところ調子がいいので。あ、しまった、武器見てこなかった。うん、なんだこいつは。ボスかい、中ボスかい。ソルゲット気をつけて。あ、今度上に行くんだ。難しそうだなこのステージ。こういう時はザコをまず倒して、やる、よし。そういえばボムとかありましたね、使っていきましょうか。なになに、いてー、無理だよそれ。こういう時にボムね。あ、違うわ、 L ボタンだ。そうか、 L ボタンの存在をすっかり忘れてました。そうなんです、すぐ忘れちゃうんだよな、こういうお役立ち操作を。危ない、60%、 意外と先が長いね。あ、しまった。あ、これでループかな。よし、いいぞ、あとは耐えしのぐだけだ。あ、しまった、やられちゃった。爆散する敵の攻撃は厄介、サンフラワーで倒せね。そうか、ボムだよな。でも 0% でも1個も持ってなかったけどな、ボム。いつの間にか使っちゃってたんですかね。くそ、悔しい。そっか、まずザコを倒してからの方が良さそうですね。こいつらを倒して、ほら、あ、痛い。ここ難しいぞ。あ、わかった。この3ウェイはあれなんだ。そのボム扱いなんだ。あ、痛い。やばい。死ぬかも。危ない。そうか、だから減ってたんだ。これだったらあれだな。この3ウェイの武器よりもボムの方がいいな。あー、難しいね。ちょっと待てよ。これどっち？メインメニューじゃないですよね。オーバーソウルってこれで出ちゃっていいのかな。ソウルマネーを消費し強化リトライ、あ、リトライになっちゃうんだ武器は。あ、なにこれ。強化された。あ、こういうお助けというか救済処置があるわけね。ちょっとここでクリアしないとゲーマーの名が廃る。そうか、ありがとうございます。ずいぶん強くなってるっぽいですけども。あぶねえ。ちょ、やめて、やめてくれ。今度下から来るよね。すごい強くなってないこの武器。よし、次を倒せばループに入りますよ。早めに倒しちゃいましょう、とっとと。こわっ、よし、ゲット 75% 達成。これだったら 100% もすぐたまりそうですね。まずはザコを倒して、さささ100% 達成。ちょっとお助け武器だったのが納得できませんけどね。
よし、これでここが多分ボス戦だと思うんですけどね、行ってみましょうか。あ、ちょっと待って、また忘れてた武器買うの。お、気持ち悪い。え、野菜だ。あ、この子はあれなんだ、野菜が苦手なんだね。おーおーおお、多分その、あ、こっち来るです。いてー、それ無理だよ。お、上から、その当てに集中するよりも余計を集中した方が良さそうだ。攻撃方法をよく見ましょう。で、こっち来るよね。上、危な。これ壁とかに当たり判定はないっぽいですね。怖い怖い。こっちね。で、上。攻撃パターンは分かりました。分かったけども、ソウルが集まらなきゃどうしようもないんでしょう。ソウルゲット。あ、しまった。当たっちゃった。66%。 あと2回ぐらい倒さなきゃダメっぽいですね。気をつけてね。だんだん攻撃が激しくなってきたよ。しまった。ボスが跳ねると下の野菜が動き出すから、それに注意だな。これ武器を変えたいんだけど、メインメニューでいいのかな。あ、いいんだ。サンフラワーレベル2だ。これ装備しときましょうかね。これはシャワーヘッド？で、ソウルイヤーマフレベル2。これはちょっと買っときたいですね。こっちはなんだ？防御力がよりアップします。だってこれを装備しなきゃダメでしょう。武器の使用回数が増えます。これもいただきます。で、何かを外さなきゃいけないですよね。こっちにしとこうかな。あ、4つできる。どうしようかな。時間が経過することでって、あれ、ダメなんだ、3つだけなんだ。リトライです。ちょっと探り探りですけど、これで多分勝てるはずだ。お、すげえ。あ、こういう武器なんだ。さ、意外と、でもそのボムは選択を間違えたかもしれない。さっきのスリーウェイの方が良かったかもな。危ないね。上上上。で、気をつけて、下にも気をつけて。そう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 、いいよいいよ。危ない。さ、よし。あ、嘘、食らった。今ボム使ったのに。で、ソウルゲット。あと3ダメージ2ダメージかな。まだまだこっちの体力は余裕があるので勝てるとは思うんですけどね。よし、上上上。おお、狭い、すごく狭い。早く死んでくれ。ソウルゲット。やったね、 100% いった。よかった。もうちょっと苦戦するかと思ったな。ソウルボーナス200ゲット。よし、これでエリア1はクリアしたんじゃないでしょうか。あの子は一体誰？私を助けてくれようとしているの？あの子ってどの子？早くこの世界から抜け出したいもんですけども、まだまだステージは続くっぽいですよ。そして足の鎖をすべて壊しました。次は右腕の鎖のステージっていう、そんな流れなんですね。
あれなんだ、悪夢つっても事故かなんかで眠ってる間に見てる夢なんだね。あ、そうなんだ。ちょっとびっくりな事実でしたよ。どうしよう。ここら辺でキリがいいと思うんですけど、もう一つだけやってみましょうかね。どんな感じか。新しいアイテムが購入可能になりました。ワールドの冒頭ではそのワールドで有効な武器が販売開始されます。あ、そうなんだね。じゃあそれを買っとけっていうことね。トランペットガン。レムの向く方向に3弾を発射。へえ、装備しときましょうか。じゃあダメージを受けた時に画面上の敵に小ダメージを与えます。 あ、いいんすか、そんな便利なものもらっちゃって。アクセサリーのスロットを1個増やす。これは絶対欲しいでしょう。で、4つ装備できるようになりましたね。OK! ちょっとこのステージだけやってみましょうか。すごい面白い。トランペットガンつってね。ちょっと使ってみる。すげえ。なんかこういうトランペットというか、それが銃になってるゲームは他にあったな。なんかね、あったはずなんですけど、思い出せないんですけどね。この方向キー入れるだけで弾を撃ってくるゲームもあった気がするんだけど、忘れちゃいましたね。なんだろうな。ステージは楽なんじゃない？トランペットガン気持ちいい。オッケー。 今度はあれなんだ、街並みのステージになりましたね。ソウルボーナスが50個増えて150個ゲット。おお、素晴らしい世界観だ。4月7日曇り、朝ママに叱られた。昨日のお弁当に入ってた野菜を残したから。野菜は人間の食べるものじゃない。むしゃむしゃヤギさんが食べるもの。 そういえば野菜を食べる時のママの顔、たまにヤギさんに似てる。そうですか。だんだんなんかこの子は荒れてきた雰囲気が出てきましたね。ちょっとこんなところでセーブしましょうか。すごい面白いですね。なんかストーリー性があって変わったシューティングゲームだ。どんどん先に進みたくなるゲームですね。お疲れ様でした。